disappears when you find a new fish alive. こんにちは。ここからは下田奈々がお送りします。この時間は湘南のあらゆるものを私が実際に体験してその魅力をお伝えしていく番組です。フィール湘南、この時間は三菱自動車の提供、神奈川シープロジェクトの協力でお送りします。今日もフォトグラファーの佐野まどかさんと一緒にお届けしていきたいと思います。佐野さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今日は三浦市三崎町にあるスペインタイル専門店パティオにお邪魔してきましたので、その様子をお伝えしたいと思います。フィール湘南。スペインタイル専門店パティオのオーナー吉田さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。こちらのお店と言っていいんでしょうか。倉庫です。お家あの外から見た時にももうすでにものすごい可愛らしくてタイルが貼ってあったりなんかしたんですけれども、今倉庫の中にお邪魔させていただいていて、すごいいろんな種類のタイルがあるんですけれども、本当に可愛らしいですね。ありがとうございます。特にまあ弊社の方ではデザインを重視して、なるべくデザインものをたくさん集めております。立体的なものから、あちら太陽だったり野菜のものだったり、はい、なんか本当にこんな見たこともない柄のものなんかもいっぱいあって、そうですね、まあ、スペインタイルっていうのは世界的にも結構有名でして、バレンシアの方では2月にいつもタイルだけの国際見本市セビ様っていうんですけれどもございまして、そうすると各工場がもう一斉に新しいデザインで国際見本市を催すぐらい大規模に、まあ、産業的にも重要な役割を果たしております。吉田さんはどうしてこのスペインタイルっていうもののお仕事されようと思ったんですか。はい、いや初めは私全然もうタイルとは関係がなくて、まあ、大学スペイン語学科を卒業して、そして留学をして帰ってきまして、通訳をずっと25年、はい、してまして、スペイン語の通訳をされていた、でその間にちょうど日本がバブルの頃もずいぶん前ですけれども、スペインの方から建築関係のタイルとか他の資材の、まあ、売り込みにずいぶんいらして、まあ、その時に私も初めてタイルと知り合いました。そこからタイルの輸入。そうですね、はい、すぐスペインに飛びまして工場で社長に輸入したいっていうふうにお話をしましたら、初めはあまり当てにされずにやったらなんて言われてしまいましたけれども、まあ、未だにそれがずっと続いておりますので、すごい素敵なお話なんですけれどももう14年ですね。すごい、やり始めてスペインとずっと携わっていて、はい、このタイルってじゃあ実際にスペインのものなんですか。全部スペインから直輸入です、工場の方から。ってことはスペインとかだとこういうタイルを実際に使われている方がやっぱり多いんですか。そうですね、特にマドリッドから下 の, 南部の方では非常に夏暑くなる国ですので、うん、タイルのひんやり感を求めるために皆さん壁に貼ったり、あるいはうちはパティオっていうんですけれども、はい、パティオの意味は中庭っていう意味なんですね、うん、その中庭のところの壁なんかには随分スペインタイル貼られております。へー、じゃあちょっと早速これから中ももっとじっくり見させていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。フィール湘南。中に入る前からサーモンピンクの可愛らしい倉庫とご自宅、うん、でしかもその外壁にはお皿が貼られていたり、うんうんうん、とっても可愛らしかったですよね。もう本当にスペインを感じる外観というか、うん、なんか素敵でして、絵皿を貼るっていうのはスペインでは普通なことらしいです ね、なんかテレビで見たことあるっていう気持ちになりました、うんね、はい、それでは早速お宅の中にもお邪魔し、私の家のキッチンに合うタイルを選んできましたので、その様子をお聞きください。フィール湘南。
それではこれから吉田さんのご自宅に潜入させていただきたいと思います。どうぞどうぞ。自宅というか、まあ、タイルの貼ってあるサンプルがいろいろございますので、はい、ご覧になってみてください。今玄関なんですけれども、もう早速入り口にこれタイルですよね。はい、スペインはやはり床もデザインを凝っておりますので、こういうふうにボーダーでタイルを、まあ、敷いてみたり、それお花の柄が、そうですね。それからここもお客様に説明するんですけど、はい、斜めにタイルを貼ると、そうすると意外とこう視野が広がって、実際より広く見えるんですね。四半張りっていうんですけども、うちは結構これをお客様にお勧めしてます。あ、そうなんですね。そんな工夫も、はい、あ、柱なんかにもすごい、どこを見てもそうですね、貼れるということですね。これもなんか蝶々みたいなデザインなんですかね。とてもこれはイスラムというよりはもうモダンなタイルなんですけれども、うん、やはりデザインがとてもこうタイルのを知り尽くしているデザイナーがやっておりますので、ちょっとどんどんお邪魔したいと思うんですけど、どうぞ。まあ、おトイレ兼洗面所ですけれども、あ、じゃあおトイレも失礼していいですか。こちらもちょっとかわいい、なんかブルーが基調になっていて、そうですね。それでこういうトップに貼ってあるのが、これモルドゥーラっていう名称、焼くものっていうタイルがあるんですね。役、はい、に立つタイルという意味で、そういう意味で、はい、トップをこういうふうにして収めると、やはり出っ張りが豪華さを表現できるというか、うん、このタイルが貼ってある一番上の部分に、はい、こうデザインとして、そうですね、それとかここのちょうど90度の角のところですね、この洗面台の端っこの部分ですね、端っこの90度のところをカバーするという、そういう役目を果たすスタイルなんですね。で、実際に貼ってあるとお客様も分かっていただけるので、この洗面台ですか。はい、洗面ボール、洗面ボールも可愛いですけど、これはこれもスペイン の, クリスティナ・デ・ルエダっていう会社の洗面ボールです、うん、すごい素敵 な, なんかお花と蝶々と緑が、あ、鏡もちっちゃいタイルですね、これ で, す、ね、でもみんな同じ系列のグループなので、スペインはサイズを同じデザインでサイズを別々にして、それを組み合わせるっていうのがスペインタイルの、まあ、飾り方というか貼り方ですね。素敵。私のお家のキッチンをリフォームしようという設定で残念ながら設定なんですけれども、実際にこうタイルを組み合わせてデザインを作ってみようということでやっております。そうですね、本当に同じデザインタイルを使用するにしても、うん、組み合わせる無地の色で本当に雰囲気が変わったりいたしまして、うん、そうですね、なんか今横に3つ縦に4個タイルが並んでるんですけれども、はい、1個おきに柄物と無地のもので、ね、その無地の色のものもそれぞれ違う色をこうあえて並べています。そうですね、まあ、お客様によっては柔らかい感じをお好みの方と、うん、それからはっきりした感じをお好みの方っていうふうにございますので、例えば今ここに置いてあるようなタイルですと、こう柔らかい感じ で, そうです、ね、こう春っぽい感じですよね。はい、それがですね、まあ、スペインでとても有名な色なんですが、コバルトブルー、はい、こういうのをここに置いたり、今水色の上をコバルトブルーにチェンジしました、はい、そうですね。それからちょっとパープルのところをこのグリーンなんかを持ってくるとこうとてもビビッドな、ね、はっきりした感じで、これはこれでまたね、とても魅力的な組み合わせになるので、そうですね、同じこうデザインタイルでもお客様によって本当に違う組み合わせが出来上がるので、この仕事を長くやってても飽きが来ないですね楽しいですね。なんか私はやっぱりちょっとこの薄い薄い系パステル系が好きなので、薄いオレンジ、パープル、水色、ピンク、ね、とても暖かい雰囲気になりますし、ね、このデザインタイルもやはり凹凸が結構ありますので、うん、これだけでも非常に高級感が、ね、出てきますね、うん、じゃあちょっとこれでリフォームお願いしますありがとうございますフィルショナン、キッチンのリフォームを夢見て、はい、タイルを並べてみましたけれども、うん、本当に無地の色の部分をこう濃い色、グリーンとかコバルトブルーから淡い水色とかピンクに変えるだけでガラッと印象変わりますよね。ね、本当、ナナちゃんが最後に選んでたやつがすごく
優しい色合いで奈々ちゃんっぽかったなっていうふうに思いながら見てましたけど、はい、すごい気に入っているので、あれもね将来デザイン生かしたいなと思っております。はい、フィールショーナー、吉田さんありがとうございました。どうでもございません。本当になんかキッチンからおトイレ、はい、玄関だったり、はい、あと家の周りにお皿のタイルを貼られていたりとか、もう正直今までこうスペインタイルっていうものを見たことがなかったと思うんですけれども。そうですか。あの今ね結構レストランでもスペインバルが流行してまして、うん、私も大好きでよく行ってます。あのバルで東京の銀座、中野、渋谷、ずいぶんうちはタイルを入れさせていただいております。今度新橋、それから町田もあのやはりもう横浜もですけれども、はい、うちのお得意様です、皆さんスペインバルは。じゃあ多分普段こう食べ物に夢中になりすぎていて、ね、気づかないだけで、実はこう至るところにスペインタイルがある、はい、うちのタイルが入っております。はい、自分で組み合わせを考えたりとか、こう4つくっつけて1つの絵にしたりとか、楽しみ方本当にたくさんありますよね。はい、そうですね、まあ、あの本当にヨーロッパっていうのはタイルがねいろんな形であの使われておりますので、うん、日本もこれからあの新宿なんかにはぜひお使いください、うん、そうですよね。吉田さんは多分スペインとか他の国なんかにもよく行かれているのかなって思うんですけど。そうですね、あの去年も秋の10月には、まあ、イタリアのフィレンツェでトスカーナ、そしてパリに寄って帰ってきたんですけれども、もう私はあの行っても、うん、あの教会に入ってもいつも床ばかり見てるんですね。というのは床が結構国によって違ってまして、スペインはやはりこういう陶器 あの柄物の床が多く貼られてますし、それからイタリアに行くと大理石ですね、大理石の黒とかピンクとかブルーグリーンとかで合わせて柄物を作ってますし、パリはまたモザイクのちっちゃなタイルを寄せ集めて、そして綺麗なあのデザインを施して床に貼ってあるっていう美術館がいっぱいありましたので。それぞれ違うんですね。そういう楽しみ方もこれからしていきたいと思います。そうですね、はい、ありがとうございました。いいえ、とんでもございません。フィールショーナーということで、スペインタイルを体験してきました。次回はフィール湘南での半年間の創作体験を振り返っていきますので、ぜひお楽しみに。さて、来週の湘南イベント情報です。5月30、31日に江ノ島シーキャンドルでハワイアンイベントアロハサンセットが開催され、湘南を代表するフラスクールが多数出演します。フラとハワイアンミュージックによる美しいサンセットの演出をぜひお見逃しなく。今日もフォトグラファーの佐野まどかさんと一緒にお届けしました。佐野さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、来週も湘南の魅力をお伝えしますのでお楽しみに。フィール湘南、この時間は三菱自動車の提供、神奈川 C プロジェクトの協力でお送りしました。